の。逆にお二人は自分のお気に入りのほくろとかってないですか。だってないんですもん。今必死に探されてますか。今ねほくろ、あほくろっていう溶けたほくろ。え子供の頃ここにほくろがあったのになんか溶けたほくろがあって。溶けるんですかほくろって。なくなったの。えそれあれじゃないですか、シャーペンの芯が刺さったとか。あそういうこと。鉛筆の芯とか。いやいやいや子供の頃があったやつがね。それほくろ溶けたの。溶けた指紋模様に溶けてた。溶けるもんなんですかね。なんか嫌だなって思ってたら溶けてた。思いが通じたんですか、ね、俺の思いが。え大君は。え僕ですか。首に多いです。あー確かに。そうだそう好きなとこだとでも僕好きなほくろか。好きなほくろ。好きなほくろ。あでも結構大輝君もほくろ意外にあるっちゃあるんですけど、僕も最近なんかここ薄れてってる気がします。あ、念じれば溶けてくる。念じれば。念じれば溶けるんですか。なんか薄そんなもんなの。そのやっぱ声優業のね、なる果てはね、こう気持ちを、ね、自己満足。なるほど。勉強になりましたね。いや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 。いやでも本当にすごく珍しいものが見れて。面白い。これねいつかね写真で、そうですね、見せられたらいいなって思います、はい、本当。というわけで以上ですね。はい。